サッカーのアマチュア最高峰リーグ JFL に参戦しているビアティン・ミエがシーズン開幕を前に今日新体制発表会を開き、選手らが J リーグ昇格への意気込みを語りました。ビアティン・ミエは今シーズン J リーグのクラブで監督経験がある樋口康弘氏を監督に迎え、27人の選手で三重県から初となる J リーグ昇格を目指します。後藤大輔社長はクラブ創立10周年を迎えた節目のシーズンで悲願の J リーグ昇格の夢を皆さんと一緒に叶えたいと力を込めました。そしてキャプテンには志摩市出身の元 J リーガーで今シーズンから加入した谷奥健志郎選手が就任することが発表されました。僕たちはどのチームよりもチャレンジし、そこには多分たくさんの失敗があると思いますが、その失敗は全員でカバーする、そういうひたむきなチームを1年間かけて作っていきます。チームは躍動感と一体感がピッチであふれる、そういう攻撃的なサッカーを展開して、目標である J3 昇格を果たすべく全力を尽くして戦ってまいります。JFL の開幕は来月13日で、ビアティン・ミエは桐蔭町で宮崎県のホンダロック SC と対戦します。